津軽海峡冬景色。石川さゆりさんで津軽海峡冬景色。上野発の夜行列車降りた時から青森駅は雪の中、北へ帰る人の群れは誰も無口で海鳴りだけを聞いている。私も一人、連絡船に乗り、凍えそうなカモメ見つめ泣いていました。ご覧あれが達比岬、北の外れと見知らぬ人が指をさす。息で曇る窓のガラス拭いてみたけど、遥かに霞見えるだけ。さあI入れちゃう？入れてくれるの？ありがとう。